組織の4種のうちの1種。詳細に定義された分類ではなく、むしろ他組織に当てはまらない組織を集合させたことによる大きなカテゴリーである。ただし、結合組織に分類されるすべての組織は以下のような類似点を持っている。血液、軟骨、骨も一般的に結合組織とされるが、他の結合組織との相違から、固有結合組織には含めないことが多い。 また、肺性結合組織を固有結合組織に含める場合もあるが、本校では別個の分類として扱う。コラーゲンは、動物の結合組織を構成する主要なタンパク質であり、哺乳類では、全タンパク質含有量の25%を占める、最も豊富なタンパク質となっている。結合組織の古典的な分類として、固有結合組織と特殊結合組織に二分する。 方法が取られてきた。現在ではさらに細分化した分類が提唱されている。固有結合組織特殊結合組織体制器に存在する未分化な結合組織である。遺伝性及び非遺伝性の結合組織の疾患が確認されている。顕微鏡観察のために用いられる結合組織染色の大部分は繊維の染め分けを目的としている。 以下のどの染色法を用いてもコラーゲンを明瞭に染めることが可能である。ありがとうございます。